名盤ラジオ。名盤ラジオ番外編、拓也です。よろしくお願いします。N ゾーです。よろしくお願いします。いやー、行ってきましたよ。ラルクのライブ。じゃ参りました。ラルク・アンシエルアリーナツアー2024アンダーグラウンド。僕らが行ったのは2月11日の代々木競技場第一体育館。ツアーの3日目に当たるやつですね。ですね。うん。まあ、その感想会をね、今回やっていきたいと思ってるんですけど。はい。で、我々ラルクのライブが初めてで、まあ、名盤ラジオ的にもリアルまでしかやってないし、正直そんなにその後の曲も詳しくないと。で、まあ、特に今回のセットリストは、レアな曲もやってると、うんうん。で、まあ、ぶっちゃけ僕らどれかライブで久しぶりとか、わかんねえっていうのがあって、まあこれはちょっと感想会をやるのに、ドイルの方たちに申し訳ないなっていうところもあって、助っ人を今回呼んでおります。先生を。すごい人がね。はい。名盤ラジオのメンバーシップのメンバーでもある、のりたまさんです。よろしくお願いします。はい、のりたまです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。余計なハードルを上げないようにお願いします。ジュアル系おじさんとしてね、有名な、のりたまさんが。全然ですよ、全然。ね、全然詳しくないです。はい。じゃあ、のりたまさん、ちょっと簡単に自己紹介を。自己紹介お願いします。のりたまです。バンドの音楽聴き始めたのが、その、ラルク・アンシエルや黒夢からで、うんうん、で、まあそこから、その、まあね、いわゆるその90年代のビジュアル系界隈みたいなの聞いてたんですけど、まあね、あとは爆竹とか、で、それでまあそこからまあラルクはずっと聴いてて、まあライブにも、ね、最初に行ったのは1999年のあのグランドクロスツアーですけど。ああ、そうなんだ。うん。で、だから、その、それより前のは行ったことないですけどね。あの、まあそれぐらいからちょいちょいラルクのライブに行くようになって、まあ今に至るっていう感じです。結構もうずーっと追ってるというか。あ、そう。もうラルクは追ってますね。うん、追ってます。うんうんうん。じゃあ、バンドの目覚めみたいなのがラルクだったんですか？そうですね。ラルク。うん、ラルクでした。それなんか具体的にどのアルバムとかどの曲とかってあります？初めて聞いたのは多分ね、ビビットカラーズ。おお、これはあの、なんか、ビビットカラーズと、ラルクとなんか黒夢を、あの、CD、なんですかね、クラスで貸し借りしてる人がいて、まあ、それで、いたりして、で、初めて多分自分で買ったのは、トゥルー。おぉ。ああ。うん。はいはいはい。です。なので。ビビットカラーさ、結構流行ってなかった流行ってたのかもしれないですね。ねえ。すげえ流行ってて、なんかね、合唱祭みたいのがあって、うちの中学の。うん、うん。その時のなんか、キャッチコピーみたいなね、それが、なんか、表題みたいな。それがね、ビビットカラーだったんだよね。そういえば、今思い出した。なるほど。それ、俺は高校の時かな。はい。あ、そうだね。うん。うん、まあ、そんな感じです。で、はい。はい。ライブもどれくらい、何本ぐらい今までトータルで行ってるとか、ざっくりわかります？ラルクのですか？はい。わかんないな。わかんないけど。10超えてる。あ、10は超えてると思います。おー。おー、いっぱい行ってんだね。だいたいあの、その1999年のやつ、に行って、で、
次の2000年のドームに行って、うんうん、あとそこからはその東京に住むようになって、まあその2003年以降のライブは、うん、多分1公演ずつぐらいはだいたい出ると思います。なるほど、なるほど。まあまあ行けるやつ、うん、出ると。はいはいはい、はい。すごい、その、ファンクラブ限定です。ライブハウスでやりましたみたいなのは当たったことないです。なかなか難しいんですね。なるほど。うん、まあ、つまり、めちゃくちゃサイコソニックシェイク野郎ってことでいいですか？あ、いいです、いいです。サイコソニックシェイクが取れた後だけど。サイコソニックシェイク野郎ですね。はい。はい。あと、のりたまさんなんか、さっき言いたいことがあるって言ってませんでしたっけ？あ、はい。あの、名盤ラジオのコミュニティに、ドエルの方がまだまだ少ないので、ドエルの方、ぜひ、いらしてください。募集しております。以上です。ドエルさん確かに少ないですよね。他のルンラシーとか、爆竹とかに比べると。はい。割とね、のりたまさん、その中ですごい頑張って、いろいろ、ラルク情報を書いてる。そうです。そうですね。と、投稿してます。なのでね、もっとそこが盛り上がるといいなってことですよね。うん、そうです。はい。強火なドエルの方を。ぜひぜひね、よろしくお願いします。で、今回そのサイコソニックのりたまさんは、あの、1日目の FC 限定のやつに行ったんですよね。あ、はい、行きました、1日目。うん、幸いね、うんうん、まあ、初日行きたいよねっていう。あ、はい、素晴らしい、さすが。ファンクラブ限定のはどこだったんですか？あ、一緒ですよ。一緒。あ、同じなんだ。そうそうそう。すごいっすね。うん、あの、直前まで、直前じゃねえな。まあ、その日、あの、仕事で夕方行ったらね、もうグッズ列がすごくて。なんか120分待ちとかで、ね、待ってて、あの、ライトは、ライトは当日買う気だったけど買わずに入りました。あ、諦めて。僕らもライト持ってないから。君、ライト買った方がいいよみたいに言ってたんじゃないか。そうそう、言ってたけどさ、買えなかった。買ってなかった。悲しかった。なるほど。席はどの辺だったんですか？アリーナの、ま、ね、頑張ってステージ近めのとこのやつです。ああ、うん、VIP？ あ、うん、そう、アップグレード。アップグレードか。まあ、この、すごい。でもその初日だけと思って。他はね、うんうんうん、してない。初日だけと思って。なるほど。やっぱあっちは近いんですか？下の方は。センターステージで花道あるんで、しかも花道あるんで近い、うん、近いですね。近い。うん、僕らはね、あの、北側2階の L なので、うんうん、L って一番端っこなんですよね。なので、うん、まあ、つまり一番上の端っこら辺って感じですね。うんうんうん、でも全然良かった。ですね。あの、センターステージじゃないですか、これ。うん、うん。なので、まあ、端っこでも近いというか。あ、そうですよね。結構、近くの方まで来るから。この間の30周年とか、あと、なんか、ここ最近何回かのライブとのが、結構、センターステージでやってて、多分、評判が良かったんでしょうね。なるほど。なんか、ラルクに合ってる気はしますね。ですね。なんかね。なんか、うまく言えないけど、合ってる気がする。相性がいいというか。うん。セットリストはね、事前にまあ、結構その、まあ、レアというか、あんまりそのシングルじゃない曲中心にやるみたいなのが、情報でなんか出てましたけど、のりたまさん的には、このセットリスト、全体的にこの実際
演奏されたやつを見て、どんな印象なんですか？なんか、もうちょっと、レアなパート続くかなとは、終わったと思ったけど、でも、なんか、多分、なんでしょうね。バランス取れた感じなのかなと思って、終わったと思いましたね。なるほど。うん。Nゾーさんはどうですか、印象。セットリスト、前半はレアなんだろうなっていうのは、すごい感じたかな。結構アンコール後はそうでもないんじゃないかなと思ったんですけど、どうなんだろう。でも、そうだと思います。アンコール後のやつは、いつもの。割と、そうっすよね。そんな、そこは、そう来るんだ、みたいな。まあでも、なんか、いわゆるそのコロナ間明けてからの、初めての、声出しできるライブだから、なんか、こういうの、なるほどね。込みでの、その、セットリストかなとは、でも最初から思ってましたね。なるほど。ああ、そういうことだね。そういうことですね。そんなに最後まで何が何でもそういうレアというか、アンダーグラウンドな曲ばっかりじゃないぞっていう。なるほど。本編はアンダーグラウンド、レア曲をやって、アンコールはなんかそういう、コロナ禍で声出せなかった曲を声出してやりましょうみたいな感じなんですかね。なるほど。それはすごいなんか意図がわかるなって感じがしますね。これはまた、のりたまさんがいたからこそわかったというか。そうですね。で、早速この。僕らはその辺も、よくレアなのかとか。そう。俺がね、いまいち、噛み切れないですからね。どのアルバムのとかはね、その、曲名で、まあわかるけど、それがライブでどれくらいやられててとかっていうのが、いまいちちょっとね、そこまではわかんないから。ビジュアル系おじさんさすがですね。これは。さすが、先生。ナルコおじさん。いや、でも、Nゾーさん、ラルクのライブは初めてだったと思うんですけど、生で見るの。はいはい。全体的になんかどんな印象でした、ラルクの初ライブは。まあ、その、今回はすごいレア曲を中心にっていうことだったんですけど、そのやっぱりラルクの本質的な部分はなんかブレてないというか、濁ってないなっていうのはすごい感じて、それは何かというと、やっぱりすごいエンターテイメントだなっていうのは感じましたね。すごいそのロックのライブとかすごいアートに寄ってるとか、では全然なくて、やっぱり誰が来ても誰が見ても楽しめる、エンターテイメント性っていうのは、このレア曲中心のライブでもすごい見えたなーって思いましたね。なるほど。それはわかるな、めちゃくちゃ。なんか僕がそこを同じように感じた部分で現れてるなと思ったのが、音がやっぱ、聞きやすい音というか、なんていうんですか、その音量的に。音のミックスはやっぱ、すごい、そういう感じだよねっていう。そういう感じですね。ものすごい、まあ、ボーカルハイドっていうところの共通点で比較に出しちゃうけど、ラストロックスターズとはやっぱ違うなっていう、ミックス、音のミックス感は。感じましたね。そうですね。まあめちゃくちゃやっぱボーカルが聞きやすいし、多分音量的にもそんなに
そんなでかくない。でかくないですよね。うん。多分あの辺もそういうことだと思うんですよね。その、うん、ロックの、ロックバンドのライブです、ドカーンっていうよりは、もうちょっと聞きやすい感じの音にしてるというか。うんうん、だからね、やっぱ僕らがわかりやすいところで、まあ、比較に出しちゃうと、ルナシーとかの音量で言うと大体な、うん、7割とかに体感感じましたけどね、僕は。7割。ええー。まあでも、確かに。音量の。アストロックスターズと比べるとっていうのは、違いましたね。しかし、うん。間にラクアストロックスターズも言ったけど。そうですよね。アストロックはすごいわかりやすいですよね。ハイドボーカルで。あっちは、ドラムうるさいし。ドラムうるさいし。ギターもうるせえし。ギターもうるせえし。そうですね。ラルクはやっぱそれで見ると、すごいボーカルがやっぱちゃんと立ってるというか、うん、意外とベースそんなに出てないんだとか。ああ、はいはい。あ、ライブで聞いた時の音量、そうですね、そうそうそう、うん。それは結構意外でしたね。うん、もっと出てんのかと思ったけど、あ、そうでもないんだなとか。うん、まあギターもそうなんですけど、うん。うんそこら辺がやっぱりすごいポップミュージック寄りなミックになってるかなっていうのは感じましたね。うん、そうですね、うん。うん。それはやっぱ思ったな。あとはまあ自分の全体的ななんか印象的にはやっぱあの4人が集まって演奏してるっていうところになんかすごい感動しましたね。うん。というのもまあ自分はなんか昔の2000年前後というか前までの動いてたラルクとかは、しっかり追ってなかったので、どうしても30周年のドキュメンタリーとか、まあそこら辺含めて周りで言われてることとか、うん、なんかそういうのが中心にこう、最近は、うん、まあその好きになってからっていうところでいくとあったけど、なんかその中でも、今こうして4人がここで演奏してるっていうところにすごいグッときましたね。うん、ハイドもね、まあこの4人が見たかったんでしょみたいなことを言ってましたけど。うん。うん、MC でね、ありましたもんね。どうですかこの4人が揃った姿はっていう。そう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 。もうなんか最近はそう、活動のペースが、なんていうか、ライブとかそういう感じなんで、だいたいそういうのから入りますね。奇跡的に集まりましたみたいな。ああ、なるほど。奇跡的に集まりましたみたいなとこから始まる。でも今、なんか多分イメージよりは活動してるんじゃないかと思ってて、2年に1回ぐらいは多分ね、ライブやってるんですよ。あ、そうなんだ。うん、でも単発だったりとかですかね。ああ、ツアーではなくて。はあんまりない。あ確かに。なるほど。まあでも今回ツアーですもんね。うん。ライブをやってはいるんですね。そうそうそう。で、ちょいちょい。だから、どうしても、そういうライブだと定番曲が多くなって、で、セットリストが、まあいつも、ね、定番曲ばっかりだっていう、ドエルのために、今回の企画が、なされたと。ああ、なるほど、なるほど。反発だと、そうなりがちですもんね。確かに。セットリストがヒット曲にも固定されてしまうみたいなの。うん、初めて来る人もいるし。なるほど。まあ、だからこその今回のってことですよね。そう、そうです。そう、だ、そう、そうらしいです。なるほど。あと、なんか今回のライブの、演出とか、セットリストは、てつやが考えたっていうのが、普段と違うライブみたいで、普段は多分セットリストとか、ステージ演出は、ハイドが考えてる。あ、そうなんだ。うん。今回は、ここは違うっていうのが、なんか最初に
ありました、話として。へ、ああ、俺のイメージでは、基本、徹也がやってんのかと思ったけど。うん、僕もそんなイメージでしたね。へえ、あ、そうなんだ。それはもう昔からなんですかね。昔からだと思います。まあ、どれぐらい昔かはわかんないけど、ハイドがセットリスト考えるっていうのが定番だった。っていうのはそうなんだ。でも今回はね、そうじゃないっていう、ことで話が進んだということだそうです。なるほど。じゃあまあ、こっからは、一曲目から見ていきますか。はい。はい。うちらと、のりたま先生の見た一曲目は。一曲目違いますもんね。あ、違いますね。これまず最初入って、映像流れてたじゃないですか。はい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 。嵐みたいなやつ。うん。雨が降ってるみたいな。雨が降ってて。うん。あれ、始まる前、エルドーさん、これ、シャッティングフロムザスカイ一曲目でしょ、みたいな感じで言ってましたよね。うん。シャッティングフロムスカイ。もうね、だって、シャッティングフロムザスカイされてんだもん、あの映像が。そしたらね。シャッティングフロムされてるやないかと思って、うん、シャッティングフロムザスカイやろう。早速来るじゃないかと思って。うずうずしてね、もう。全然違ったけどね。うん。いや、これ確かにそうですね、つって。うん。でも俺もちょっと期待した。ちょっと思ったでしょ、あれ。うん。でも違うやつだったけど。会場入った時の、映像が流れてるとか、なんかああいう映像流れてるとか、あと、今回会場入ったとき、なんかいわゆる SE、なんか洋楽かかってるとかそういうのはなかったでしょ。あれ、普段はなんかかかってるんですよ。はいはい、そうですね、うん。そうだもんね。例えば最近だとメンバーが選曲した、その、ライブ前の SE とかそういうのかかってたりするんですけど、今回そういうのも一切なく、なんか結構そこが雰囲気違ったなっていう、ありました。あそこからなんか映像が、古い城みたいな感じに、なって、って感じでしたっけ、うん、あんまりちょっと記憶があれですけど。地下室に降りていく、地下室に行ったやで、そこからなんか4人が、アンダーグラウンドは魔法人になったみたいな流れ。こんな感じですよね。うん、なんかハリーポッターかなみたいな。そう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 。ハリーポッターかなみたいな感じ。炎なんかボーみたいな。そうそうそう。ローブをかぶってさ。うん、いやだからやっぱラルクはファンタジーなんだなって思いましたね。うん。世界観が、うん。そうだね。やっぱりファンタジーであり、エンターテイメント。なんですよね、うん。そのアートとエンターテイメントとっていう軸があるとしたら、うん、エンターテイメントによってるんですよね。うんうん、割とわかりやすくこう、うん、提示してくれるというか、うん。うん。あ、でもなんか確かに、始まる時のメンバー紹介っていうか、ああいう、感じで、なんか変じゃねえな。なんか、変な。ああいう、なんかから出てくるとか、なんか例えばそういうのは本当にあったかわかんないけど、なんか氷の中から出てくる映像だったりとか、なんかそういう感じの、そういうちょっとファンタジックな映像の中にメンバーがいるみたいなのは、うん、ラルクでしか、行った範囲ではなんか見たことないかも。まあなんか想像できるというか、多分毎回そういう感じなんだろうなっていう何かしらの。まあグランドクロスもそういう感じというか、あれはもっとなんかデジタル的な感じでしたけど、うん、
なんかそういう感じですもんね。毎回多分何らかのテーマに沿って、そういう感じなのかなっていう。そうですね。なんかそんな感じはある。うん、うん、うん。まあそっからね、一曲目が始まるわけですけど。僕らが行った2月11日のやつは、ザ・ブラック・ローズでしたが、これがその3日間の中では、唯一違う一曲目だったんですね。あ、そうなの？まあ、そうそう、そうです。あとからね、見て。初日、じゃあ他は全部オールデッドだったんですか？初日と今日10日はオールデッド。うん、そう。なんか昨日はオールデッド。あ、そうなんだ。じゃあ、のりたまちゃんの時もオールデッドだったんだ。オールデッドだった。おーってなった。おーってなるね。オールデッド見たかったな、俺。いや、僕も思いました、それ。てん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 て始まるわけ。うん、うん、そうそう。うわ、興奮すんな、それ。あれ、今日も、なんか一曲目は、うん、なんだろう、白い、ステージが白い幕なんか、覆われてる感じ。で、シルエットだけみたいな。うん。はいはいはい。うん。そこは一緒。一緒ですね。いや、でもこの、ザ・ブラック・ローズも、いいですけどね。うん、これ、キスに入ってるやつ。あの、そうですね、キスの。あれも最初のピアノの音同じですよね、多分。あれ、似てますよね、ピアノのイントロのやつ。似てる。俺だから、オールデッド来たと思ったもん、最初。僕もなんか。いや、来たこれって。あれから、オールデッドに入ってくのかなって、思って。まあ、もともとセットリスト、全然把握してなかったんで、1日目と2日目の。だから、なんか、その前の2日間、オールデッド始まりとか知らなかったんですけど、なんかピアノの音で、おお、これはって思ったけど、なんか、あ、違うんだって。そう思った。オールデッド始まりかと思って。もう、ウキウキしてね。なったら、ぶっちゃけ、あ、知らない曲来たって。はい。本当に、もう、セトリはもう、極力見ないようにしてたんですか？セトリね、そんなにめちゃくちゃ避けてたわけじゃないんですけど、うんうん、別になんか入ってこなかったっすね。うん、多分あんまりツイッターとかでも、気を使って上げてる人少なかったんじゃないですかね。うん。まあ、そのまんま書いてる人は確かに少なかった。だからまあ、なんか目に入ってこなかった。そんなにめちゃくちゃ遮断してたわけではなかったんですけど。うん、だから知らなかったっす、結局。最後まで。僕はね、一応、まあ、あんまりセトリのネタバレとかあんま気にしないんですけど、一応ま、今回はレア曲っていうことで、まあ、なるべく見ないようにしようと思ってて、うん、まあ、ツイッター、でもツイッター見ててもそう流れてこなくて、うん、今、タクが言ったように、うん、まあ、そんなに、これ大丈夫そうだなと思って、うん、たんですよね。で、たまたま弟と LINE してて、はいはい、ああ、ラルクのツアー始まったみたいな話をしてて、うん、そしたら弟がガッツリセットリスト送ってきたんですよ。もう、セトリそのものの表を送ってきて、で、なんか、この曲とこの曲とって丸つけてて、この曲は羨ましいみたいな、送ってきて、はい、でも、パッと見た瞬間に、あ、セトリ送ってきやがった、こいつと思って。パッと目をそらしてもうね。なるほど。とんでもないところになんか敵が潜んでたみたいな。おい、冗談じゃねえよ、みたいな。丸つけて。俺は見ないようにしてるんだ、みたいな。赤丸だけ見えて、なんかね。じゃあそんなに別にそこで把握できちゃったわけじゃないんですね。うん、そうそう、セトリ表が送られてきたっていうのだけ把握しても、すごい、奇跡の瞬間的な。一瞬で目をそらしましたね。すごい。いやー、すごい。
ということで。なるほど。いやでもオールデッドは正直羨ましいな。オールデッド聴きたかったな。それ一曲目だと、いや、このライブどうなっちゃうんだろうってなんか思いそうですね。まあね、でも、おおなんか、そう来たかみたいなね。アンダーグラウンドって名前通りの流れでいく、ね、来たのかなっていう感じは。ね、オールデッド、そう、さっき調べたんですよ。今回の前に演奏されたのがいつか。うん。だから、でも、15周年ライブ。ラルクの15周年、うん。2006年なんですけど。うん。うん。なんかね、その時に古い曲が結構演奏されてて、その時以来、みたいな。なるほど。もう18年前ですけどね。18年前。そう。あ、で、ザ・ブラックローズも、2012年。とかだから12年前。ラルク的には最近かもしれない。これはなんかオールデッドと関係あるんですか？いや、ないと思います。わかりませんが、ないと思います。なんか続編とかなんかそういう曲とかなわけではないんですね、始まりは。うん、そういうのはわかんない、ないと思うけど、でも、今回ので、なんか久しぶりに聞いたけど、結構好きな曲ですけどね、これね。うん。割となんか初期の匂いがしますよね、うん、この曲。うん。だから人気もね、あるんじゃないかな。うん。結構パッと聴いて、あ、知らない曲来たと思って。うん。でも曲調的に、あ、インディーズ時代の曲かなとか思って。知らないながら。知らない、なんか、来たのか、これ、みたいな。うわ、すごい、みたいな。本当の未発表曲みたいな。だから、アンダーグラウンドすぎる。ルナシーで言えば、なんか、ナイトメアがいきなり来たみたいな。はい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 、はい。そういう。感じかなと思ったら、ね、終わってみたら、ああ、廃止後のやつか、みたいな。そうっすね。うん、だったですけどね。2曲目が Existence。 これはなんかどういう曲なんですか、立ち位置的な方でいくと。これも久しぶりは久しぶりだと思いますけどね。これも多分最後に演奏されたのは10年ぐらい前で、うん、で、もともとはそのアウェイク、2005年アウェイクツアーで、うん、アウェイクに入ってるやつでよく演奏されてたやつだと思います。うんうんうん、あとそう、なんか、なぜね、このアンダーグラウンドの瀬取りとか見た後に、まあそういうことを言ってる人がいたんですけど、去年、哲也が、B バンドやってた、ああ、はいはいはい。じゃないですか。ね、こ、はい、のね、ライクワンエンジェル。うん、うん。あの時に、この、イグジステンスとか、ザ・ブラック・ローズもやってたのか。なんか、その時にやってたような、なるほど、出た曲も、実は入ってて、ね、結構その時の活動が、やっぱ繋がってたんじゃないかみたいな、と言ってる方たちいましたね。なんだかやっぱ手応えが、うん、もう鉄がやりてやりて多分やりたい曲なんだ。多分。やりたくてたまらなくてコピーバンドでやって、本家が動いたら、うん、やっぱ本家でやろうっていう。とってもやりたかったんですかね。なるほど。これね、だから、僕らの行った日は、1曲目、ブラックローズで、2曲目、エグジステンスで、ちょっと正直申し訳ないけどあんまり存じ上げない曲だったんで、2曲やべえ、なんかもっと古い曲で来るのかと思ったらどうやらなんか新しめなやつだぞって。でしかもこの時ステージも、うん、向こう向いてるんですよね、僕らからすると反対側。あ、なるほど。そうだから、ああ、なんか、ああ、こっち後ろなのか、と思って。
そうそうそう。それすげえ思ったよね。思いましたよね。うん、あ、これ、最後までこの感じかって。あ、やっちまった。やっちまったってわけじゃないけど。あ、ね、後ろ側なんだ、みたいな。そう、後ろ、まあ、しょうがないから、後ろな側から楽しむか、みたいな、まあ、そういう感じの。まあね。そうそう、見れる光景ではないですし、うん、後ろ側っていうのは。そうそうそう、うん、まあ、確かにセンターだとどっか後ろだよなと思って、うん。回ってくれねえかなって思ってたんですけどね。あ、そうですよね。なんで回ってくれてよかったですね。そう、あとあとね。あとね、あとは。でもこの時は本当に、やべ、このままなんか、新しめな、レアと言いつつ新しめなレアで、ステージもこんな感じだとちょっと、やばいかもって。もう1、2曲目はちょっとドキドキしましたよね、もう。ちょっとね、そう。後ろ向きだし、いらない曲が来たし。そう。2曲続くとちょっと不安になるっていう。うん、でも20年近く前ですからね。うん、新しいって。そう、新しいって。新しいと言ってもね。新しいって言っても20年近く前。はい。あと、なんかこれのエグジスタンスの時に、なんだっけ、センターステージの真ん中に歌詞が出てた、Take Away って、うん。あそこ歌うんだっけ、歌わないんだっけ、みたいな持ちで見てました。あー。出てましたね。ね。うん、歌ったんですか？歌ったと思います。なるほど。覚えてないけど。でも、うん、久しぶりのライブで聞いたのはもうこれかもかなり久しぶり。アウェイクツアー以来かもしれない。聞いたのは。次、3曲目が、ネペンテス。これはまあね、リアルの2曲目ですから。うん、安心したい。来るやつ来たって。まあなんか2曲目からのつなぎも、ちょうどいいっていうか、なんかね、うん、ああ、こういう、割と攻めてる曲が続いてきたみたいな感じですし、良かったですね。うん、良かった。ぬいとまさん的にはどうでした、このネペンテス。あ、ネペンテス、ネペンテスは、大好きですよ。うんうん、ね。かっこいいっすよね。かっこいいっす。ペンテス。さっき調べた情報だと、これが2008年以来みたいな。なるほど。どこまで合ってるかわかりませんが。その次。4曲目が砂時計。あ、これも、あれですか、パッと聞いてわかんなかったやつ。そうですね。なるほど。この辺はだから、その、アルバムのツアーではやってるけど、あ、そうそう。それ以外ではそんなやらないよっていう曲なんですかね。うん、あ、そうね、ね、そうですね。うん、今回、なんか、うん、結構、そういう、その、アルバムのツアーでしか、やらなかった。うん、日本にはあんまやってないようなものが選んだのかなっていう感じ。うん。そんな感じですよね。うん。だから多分そのアルバムのツアーに行ったことない人からしても、ちょっと、嬉しい選曲はあったんじゃないかなっていう感じはする。これでも、さっき聞き直してたんですけど、普通にアルバムで。砂時計めっちゃ好きですね。うん、なるほど。すごいいい、うん、いいですよね。いい、すごい、うん。結構そのアルバム曲的なマニアックさと、うん、ラルク・アンシエル的なポップネスとが融合されたような曲で。うん。うん、やっぱ知らないんだけど、うんうん、知らないのをこう突然、ライブでその場で聞いて、でもやっぱすげえいいなって思うんですよね、うんうん。ものすごくやっぱりこのメロディーが美しくて、叙情的でっていう。それが結構なんか感じましたね、うん、今回のライブで。そうですね。あ、これ、うん、鉄名義の時だけど、鉄作詞作曲。
ですよ。あ、作詞もそうなんだ。うん。だから、なんかソロでもやってるのか、やってたような気がするけど、ちょっと分かんない。逆にじゃあもう、今日、今回のツアー、何聞いても新曲みたいな感じで。そうですね。まあ、さっきから知らない知らない結構言ってますけど、知らないからなんかすごいがっかりしてるというよりは、うん、がっかりしてるっていうわけでもなく、まあ、知らないながらその場で楽しんではいるんで、そこはなんかそんなにすごいネガティブなわけではないんですけどね。うん。まあ、もちろん知ってて期待してたやつが来たら嬉しいは嬉しいですけど。そこでなんか、その、やっぱりラルク・アン・シエルのロックバンドとしての実力をすごい肌で感じるみたいなのは結構思いましたね。うん、その CD で聴いてる曲をライブでやられて、うわーってなるのは、まあ当たり前っちゃ当たり前じゃないですか。うん。うん、そうじゃない部分で、ああ、この曲すげえいいなっていう。確かに。のをいっぱい感じたんですよね、うん、今回のライブで、うん。そこはやっぱり、ね、バンドとしての、アーティストとしての実力ですよね。うん、うん。この辺はね、確か結構もう幕も下がってたから、剣をちょうどね、後ろからよく見える感じだったんですよね。それがね、すごい良かったです。あ、なんか。ケンが、さ、弾いてる、こう、シルエット、かっこいいでしょ？かっこいいでしょっていうのは、おかしいんですけど。そうっすね。いやー、あの人はやっぱなんか面白いっすね。見てて。もうなんか、ステージ上でタバコはいつから湧いてないんだろうみたいな話がちょっとあったんですけど、はいはい、もう最近は、ステージ上ではやっぱもうダメだから加えてないのか。ご時世的にダメなんですかね。この屋内でね。なんか覚えてないけど。今もそもそもバリバリスモーカーなんですかね。多分。会場が野外とかだったら、前みたいに吸ってたりするのかな。するかもしれない。あんなね、レジ上で加えタバコしてた人がなんか禁煙しましたとか言ったらなんかちょっとショックだよね。どうしたんだろうって、なんか体でも悪くしたのかなって逆に心配になりますよね。割となんかね、すごい ロックといえばタバコで、タバコといえばみたいな人たちが結構やめてるじゃないですか、もう。もうやめてますね。うんうん。あ、やめたんだみたいなのが、ちょっとショックを受けるみたいなのがありますけどね。剣は、剣はバリバリ捨ててほしいなと思うし、ステージ上では無理でも。こっそり。ステージ降りた。あ、前の、なんだ、エフェクター盆栽協会みたいな、エフェクターについて、あれでタバコタイムだったんで、剣はまだ吸ってると思います。ああ、そういえば見た。タバコ吸ってましたね、なんか。そうだ、思い出した。そう、あと、清春もまだステージ上でバリバリですってわ。おそうなんだ。なるほど。吸えると、許されると、場所では。清春はもうなんか吸えないとイライラしてくんじゃないの、あの人は。ね、演出の一環ってことで。そういうのはなんかね、いいっすよね。うん。うん、あまり健康的になってもな、なんか。ロック。それはそれでいいんですけどね。まあね。健康に気をつけてくださいとかよく言ってますからね、僕らも。言ってますけど、でも、健康でいられるならいてほしいみたいなのもあるし。うん。そうですね。まあ、その、ロックのアティチュードが好きな、ものとしてはね、そういうところも。そう、そこもやっぱね、惹かれるとこだし。うん、俺ルナシーの J が先辞めたってちょっとショックだった。先辞めてますもんね。いや、それショックですよね。そうなんだ。えー、みたいな。うん、そんなみたいな。ナミよ、なぜみたいな。それは結構、J が、
滝を辞めてからは長いんですか。いや、フォイス結構、うん、J はもう酒もタバコもやらないでしょ、あの人。へぇ。うわ、どうしたみたいな。タバコはまあなんか他にもいるけど、酒はなんか、どうしたっていう。そんなにみたいなね。ロックミュージシャンはなんか難しいんですかね。いろいろありますね。まあまあね。うん。やれる範囲でやっていただいて。そうっすね。はい。じゃあ次。次5曲目が、サイレントレター。いましたよ。N蔵さん、一押し曲じゃないですか。もう、ここで、イントロが来た時点でもうちょっと、今日はもう、十分なんだな、みたいな。あ、でも、わかる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 。元は取れたみたいな感じですよ。うん、サイレントレター。結構でも、こんなところで、こんな風に来るんだみたいなのは思いましたけどね。うん、なんかもっと大行に来るのかなったんですけど。さらっとね。さらっと間に、うんはいはいはい。意外となんか 5曲目でさらっともうこれ来ちゃうんだみたいな。うん、って。確かに。これは、あの、さっき調べた情報だとは、ツアー2000年のツアー2000リアル以来だっていう噂なので、うん、本当に24年ぶり？まあね、そのアルバムのツアーでしかやれない曲だよね、これはっていうのは感じますし。うんうん、これの2000ツアー2000リアルのその某ドームの場所に行ったんですよ、多分俺。うん。うん。曲は一切覚えてない。覚えてないんかい。覚えてないって、覚えてない。なんかあの、ドームで、その、なんか、なんていうの、ネットが張ってある欲しか覚えてないみたいな。ネットが目立つ席だったんですね。じゃあその時に聞いてるわけですね。そう。でもその記憶はないわけですね。記憶はない。でも大概そう。大概そう。大概覚えてない。だって、あの、まあでも、いや、でもね、お前の記憶は力はどうなってんだ。さっき、その、このセットリストを、その、何年前にやったとか、このツアーでやったみたいなのを調べてて、まあ、俺多分、一回はほとんど聞いてるみたいなんだけど、あんまり記憶にはないっていうね。なんか、ライブ行っても、なんか、なんだ、なんかの光景とかワンシーンとかしか覚えてなくないですか？そんなことない。あの、昔のやつ。まあ、昔のは正直そんなにもう事細かに覚えてない。ね、まあ、まあ、ものによるけど。まあ、でも一曲一曲そんなに覚えてるわけではないですね。さすがにもう20年前のライブとかは。うん。さすがに。そうですよね。でもライブってそんなもんだと、はい、そんなもんっていうのはなんかネガティブですけど、はい、それでいいかなと思ってて、僕の考え方ですけど、あの時、あの場所に自分はいたっていう、それだけで結構十分だなって思うんですよね。うん、その事実だけで、うん、そんなにたとえ覚えてなくても、あの日、あの時、自分はあの場所にいたっていう、なんか、それだけでこう、うん、十分、うん。その記憶が重要ってことですよね。そう、それが事実として残っていることが重要というか。まあ、そんなね、細かく覚えてないですもんね。うん。記憶が。うん、なんか、みんな覚えてんのかなと思うけど、でも、だいたい、後から音、なんかね、その映像化されたりとかしたら、それを繰り返し見てたら、うん、それが記憶になっていくみたいな。うん、そうですね。そう。あると思う。まあ本当にね、残しとくんだったら自分でメモるとか、やっぱ何らかやればいいと思いますけど。まあ僕らみたいにこうやって感想を録音しとけば、
それが残るわけだし。そういう感じじゃないですかね。まあ、サイレントレター。サイレントレターはもう、最高に、これが聞きたかったって感じ。うん。なんでね、個人的に。うん、それがちゃんと演奏されたっていう感動と、すごいハイドのボーカル力をものすごい感じたし、うん。あと、まあ、バンドの演奏力、すごい鉄がツインボーカルみたいな感じでコーラスが入ってて、それもめちゃくちゃ良かったし、うん。で、ここで、あのセンターステージが回ってくれたのも良かったし。そうですね、そうですね。あれが、それはありましたね。ここで、ここで回った。ここでこの曲で回った。うわ、こっち向いた、やったっていうのがね。サイレントレターで回ったのが嬉しかったですね。はい。それサイレントレターで、うん、バンドの正面がね、自分に向いてくれたのがね、良かったです。そうっすね。他でもないこの曲でっていうのがなんか個人的にはすごい良かったですね。なんかすごい思い出に残りますね、これは。これ、なんか僕、これだけ実はなんかやるの知ってたんですよね。なんか、遠藤さんも見てないかな？なんか YouTube のコメントで、昨日か今日、なんかコメント、なんかの回の、ラルクのなんかの回のコメントで。ああ、はい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 。なんか、タイムスリップやらなくて残念だった。でも、サイレントレターはやりましたみたいなコメントが書いてあって。あったね。お前書きやがってよ、ね、やろうみたいな。そう。それ見て、あ、サイレントレターやったんだって。さあ、タイムスリップやってないの残念。それはなんか、はやってほしいなって思ったけど。それだけ見ました、僕。だから、サイレントレター、どこでやるのか分かんなかったけど、あ、やる可能性結構高そうだな、とは思ってましたね。僕は、まあ、そのコメントの前に、ツイッターで見たな、っていう。全体のセットリストは分かんないんだけど、全然。あ、サイレントレターやるんだっていうのは、まあ、知ってましたけど。はいはいはい、なるほど。だから、うん。まあ、そういうのはね、ところどころ。サイレントレターとオールデッドだけは知ってたんだな。事前に。でも、どこで来るかわかんないっていう。はいはいはい。オールデッドずっと待ってた。俺今日ずっと待ってたんだ。ああ、順番が違うだけかもしれないって思ってね。なるほど。なるほど。他の日程のその一発目で来てるって知らなかったんで、どっかで来るんだろうと思ってたんですけど。それ一番かわいそうなパターンじゃないですか。悲しい、悲しかったですよ、そこは。しかも、聞きたいオールデッドが。聞きたいオールデッドが。まあまあまあ、でもね、うん、サイレントレターが、もうサイレントレター聞けたらもういいっすよ、ね。そうっすね。今回ってか、まあ、そうそう、初日行った時の曲で、一番嬉しかったのはここかも。サイレントレター。のりたま先生的にも。もう、あ、これは、これ来たか。これ来たみたいなか、そう感じでした。ああ。これは嬉しかったな。なるほど。うん。まあ、これはね、あんまりやらないんだろう。うん。ねえ、これ以降ももうやらないだろうって感じだったんですよ。確かに、確かに。うん、やりにくそうだもんな、なんかやっぱ。立ち位置的に難しいだろうし。うん、あ、この曲、うん、曲が、うん。そう。これ表現するの難しいっすよね。演奏的にもね、すげえ難しいと思いますよ、これ。前半とかもふわふわしてるし、すごい。うん、ボーカルの音程の取り方すげえむずいんですよね、これ、うん。あのアルペジオだけですからね。メロディーラインが結構難しいんだよな、うん。それをこの、やっぱ目の前で再現されてるっていう、こんな難しい曲をというのはね、結構感動しましたね。うんうんうん、
もう一回行きたくなってきた。まあ、今後の。もう二度とやらないんじゃないかな、これ。まだツアー終わってないからやるでしょ。ツアーね。あ、そっかそっかそっか。そうだね。うん、じゃあ次が、6曲目。これは、オフィリアですか。オフィリア。うん。うん。これはハイドがサックス吹いてましたね。吹いてましたね。これはどういう曲ですか。これも、アウェイクに入ってるやつで、個人的に好きか嫌いかって言ったら大好きな曲ですね。で、サックスが、なんかあんまり初日うまくいってなかったのを覚えてます。今日はどうだったっけな。本人が MC で、初日の MC でちょっとここに触れてました。イントロが音ハブしてるような感じに聞こえてる。そうなんだ。でも多分か、普段、サックスのってオフィリアと多分、ローレライ。そうだよね。ここしかない。で、まあ、放送やらないでしょ、ね。なんで、わかんないですけど、きっと久しぶりに練習されたのではないかっていう気が。いや、僕もうローレライ来いって思ったもん、これ。サックさ、サックス吹いてっか、俺ローレライだと思ったもん、これ。ああ、なるほど。もうちょっと違うバージョンか、みたいな。わかる。こっからあれに来るっていう。こっから、てーてーれーれー。あそこに行くんだろうと思って聞いてたら、ああ、違う曲だね、みたいな。ローレライではないこれみたいな。オフィリア来たかったからオフィリアいいよ。オフィリアその辺がね、僕らとのりたまさんの違いですよね。早々にあオフィリアだって気づくか、いやこれはまだローレライの可能性がある。こっからまだある。うわ、野郎ですね。違う。ああ、違う曲だな、これ。どうやらみたいな。どうやら違うっぽい、うん。違うのが確定したらしいって。いや、ローレライは聴きたかった、でも。聴きたい曲の一曲だったから。ちょっとな。今後に期待して。オフィリアで。うん。でも、これもいい曲ですよね。うん。オフィリアの良さを説明したい。ですけど、何を説明すればいいかよくわからない。もうなんか音源だとなんかオフィリア、ベースの音とか結構、すごい沈んでるっていうか、なんかそう、なんだっけな、なんか想像以上に、その、撮ったら、なんかなんていうんですか、沈んでたテイクをそのまま使ったみたいなやつだったような気がするけど、違うかな。そうなんだ。ちょっとその辺は、名盤ラジオで、アウェイク特集やるときにちょっといろいろ調べてみようかな。ね、そう。アウェイクやる。まだ先だけど。やるときになったらもうね、もう知ったかぶりしますからもう。そう。これはね、みたいな。もうちょっと嘘かもしれない。当時、徹夜がね、って。当時、リアルタイムで聞いてましたよって言って。嘘。もうこれ残ってる聞いたことないって。ローレライだと思ってたって。ローレライだと思ってた。ラルクのね、ファンからしたらもう、なんだお前って感じですよね。まあ、いやいや、でもこっからね、いろいろ知る楽しみが残ってるっていう素晴らしい状態ですから。というね、ちょっと、今まだ6曲目ですけど、ここで一回切って、また、続きは次の回でやっていきたいと思います。はい。また次回に続きますのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。次回へ続きます。